俺の名前は桜井優斗、55歳。俺には目の中に入れても痛くないと思えるほどの可愛い娘がいる。最近仕事が充実している娘とはあまり連絡を取れていなかったのだが、つい最近部長に昇格したと報告を受け、お祝いをしたのだ。ある日知らない番号から急に電話がかかってきた俺は、誰だろうと思いながら電話を出た。ああ、桜井花見部長のお父さんですか？俺、桜井部長と一緒に働かせてもらっている社員の者なんですけど。今さっき、桜井部長をタコ殴りにしてやったって報告をしておこうと思いまして。この人部長に昇格したからって、最近かなりうざいほどイチャモンをつけてくるもんでね。あまり人を舐めていたらこういうことになるんだって。教えてやったんですよ。そうそう、若いからって舐めていちゃダメですよ。警察にいつでも守ってもらえるからとかって思いがあるのか知らないけど、人から恨みを買うと大変な目に遭うんですからね。このご時世怖い人が多いですから、ちゃんと自分の身くらい自分で守れるようにならないと。今日は命が無事だっただけよかったなーって思うことですね。お前ら、今桜井部長の親と話しているっていうのに、言いたい放題かよ。さすが俺のダチ、最高だな。親がどうとか関係ないっしょ。ダチを馬鹿にした奴は、誰であろうと許さねえってことだよ。俺は電話越しに笑って話している男たちの言っていることが理解できず、頭の中がフリーズしていた。あれ、聞こえてますか？せっかく桜井部長のスマホを見て連絡をしてやっているっていうのに無視かよ。お礼の一つくらい言ったらどうなんだ。娘の SOS を教えてやっているんだからよ。もしかして頭の中の理解が追いついていねえんじゃねえのか。まあ無理ないか。電話越しに自分の娘がボコられたなんて言われているんだから。ああ、なるほどな。てっきりいたずら電話なんじゃないかって思われて無視されているのかと思ったぜ。娘は今どうなっているんですか？娘は無事なんですか？娘に代わってくださいよ。俺は言葉を詰まらせていたが、ようやく口を開いた。なんだよ、急に話し始めやがって。そんな質問攻めされても困るってわからないのかな。聞きたいことは一つずつお願いします。娘は無事なんですか？ああ、桜井部長は俺から見た感じになるんだけど、救急車を呼んだ方がいいんじゃないかって感じかな。で、誰が呼ぶんだって話なんだけど、あんた親なんだから救急車呼んでやったらどうだ？それは無理だろ。俺らが今どこにいるかなんてわからないんだろうから。でもちゃんと息はしているし、大丈夫だろう。俺らは殴って蹴っただけだし。そりゃ、刃物とか使っていたら、命に関わってくるかもしれねえけど、そういうわけじゃないんでご安心を。殴って蹴っただけって、娘は動けない容態だってことですよね。早く救急車呼んでくださいよ。もし内臓が損傷していて、何かあったらどうするんですか。そうなったら、命に関わることだってあるんですよ。何言ってんだよ。それが人に頼み事をする態度かって話なんだけど、あんたが俺らに頼み事をしたいって言うなら、それなりの態度を取ってもらわないとは。俺らが優しい人間だなんて思っているなら、それは勘違いだからな。そうそう、お願いしますってちゃんと丁寧に頼んでみな。そうすればお前の娘のことを許してやって、助けてやってもいいぞ。俺らもこんな苦しんでいる姿を見ていたら、さすがに心が痛むからな。それ本当かよ。お前は絶対こんな姿見ても何とも思わねえだろ。今も嬉しそうににやけちゃっているし。あ、バレた。だってこんな楽しいことなんて人生で何度もあるわけじゃないっしょ。何事も楽しまないと損だって。お願いします。今すぐ救急車を呼んでください。娘を助けてください。ああ、いいじゃんいいじゃん。
物分かりのいい人で助かるよ。それで、その頼みを聞く代わりなんだけど、俺らのことを通報しないことを約束してもらっていいかな。俺らもようやく社会人になって充実しているからさ、通報されたら困るんだよね。あんたは娘の無事を確保できるんだし、俺らも自分たちの安全を確保しないとな。何言ってんだよ。娘をそんな風にしたのはお前らなんだろ。それなのに通報するな。一体どんな神経をしていればそんな発言ができるんだよ。ん？ちょっと待って。あんたと俺ら、今どちらの方が上かわからないのかな？ちゃんと状況を理解して物を言った方がいいと思うよ。俺たちはこのまま、あんたの娘を放置してもいいんだからね。まあ、そうなれば、こんな寒い冬の中、動けない桜井部長がどうなるのかって話なんだけど。俺が怒りでどうにかなりそうになっていると、電話の後ろから小さな声で娘の声が聞こえた。助けて、誰か。花見、お願いします。娘を助けてください。その声、あんたらが思っているよりもひどい状態じゃないのか。頼むから早く救急車を呼んでやってくれ。さあ、どうだろう。俺たちは医者じゃないからわからないな。で、俺たちを責めない、通報もしないって約束してもらっていいかな。する。通報しない。だから娘を。ほらほら、桜井部長のお父さんが俺に頭を下げていますよ。桜井部長も俺をバカにしたことを謝ってもらっていいですかね。俺結構ショックを受けているんですよ。こう見えて必死に仕事を頑張っていたっていうのに、桜井部長に指摘されて、俺心が折れちゃっているんですよね。責任取ってちゃんと謝罪してくれますよね。男は笑いながら娘に話しかけていたようだが、娘からの返事はなかった。すると男は自分の思い通りにならないことに苛立ったのか、急に怒鳴り始めた。だから、謝れって言ってんだよ。このままもう一度、タコ殴りにしてやってもいいんだぞ。意識失いそうになる前に、すみませんでしたの一言くらい言えるだろうが。もうやめてくれ、頼むから。電話越しの俺は必死に話しかけるしかなく、娘の姿を想像し、頭を抱えながら泣きそうになっていた。しかしその時、救急車のサイレンの音が聞こえ始めた。誰だよ、救急車なんて呼んだやつ。くそ、もしかして誰かが見ていて通報でもしたんじゃねえのか。こうなったら逃げるぞ。この暗さだし、顔は見られていないだろう。もっとボロボロにやりたかったっていうのに、残念だな。まあまた今度脅せばいいか。一度痛い思いしたから、もう俺らに対して恐怖しかないだろうからな。男たちの走る音が聞こえるだけで、娘の様子はわからなかったが、救急車のサイレンが聞こえただけで、俺は少し安心した。おい、さっきも言ったが、俺らのことを通報するんじゃねえぞ。被害届さえ出なければ、こっちのものなんだからな。そうそう、お前の娘は緊急搬送されたぞ。もし通報したら、組長の親父が娘はあの世に送るから注意しな。おとなしくさえしていれば、これ以上娘に手出しはしないでやるからよ。そんな話、信用できると思うか。てか、娘がもう救急車で運ばれたってことなら、もう容赦しなくていいよな。俺の兄貴が組長だから、極道同士で勝負か。俺が怒りをあらわにすると、男たちは何を言ってんだと笑い始めた。何が極道同士だよ。お前嘘をつくんだったら、もっとマシな嘘をつけよな。本当に娘のことを思っているなら、ちゃんと俺に頭を下げて、もう娘に手を出さないでくれって、頭下げればいいんだよ。俺らもそんな、
鬼じゃねえからよ。警察に通報しないって誓ってくれればそれでいいんだからさ。そうそう、俺らはもう十分楽しませてもらったことだしな。でも、もし俺らをどうにかしようなんて考えているのであれば、もう一度お前の娘が辛い思いをするだけだぜ。俺らはいつでもお前の娘をボコる準備はできているんだからな。俺らは海星の親父さんにいつでも守ってもらえるだろうし、別にそんなに脅さなくても大丈夫じゃねえ。きっと通報されたとしても、揉み消すことくらい簡単だろう。それができねえと、親父さん自身が悪さなんてできなくなっちゃうんだから。まあ、それもそうか。確かに、俺の親父が守ってくれるんだもんな。ってことは、もう桜井部長の親父さんに用はねえな。きっと兄貴が組長だとか言ってんのも嘘だろうし。かわいそうだな。権力も何もない凡人は。俺の親父と違って、娘一人守ることすらできないんだもんな。だったらせめてでも、早く娘の元に駆けつけてやったらどうだ。娘さん、お大事に。おい、言いたい放題言いやがって、本当に覚えていろよ。必ずお前らを成敗してやるからな。娘の仇を絶対取ってやるからな。すると、俺が話している途中で、一方的に電話を切られた。男たちが俺の話を信じていないことなんて、今はどうでもよく、とにかく娘のことが心配でたまらなくなり、搬送されたであろう近くの病院へと駆けつけた。花見、大丈夫か？病院へ到着し、娘の元へ行くと、娘はある程度の処置をしてもらい、病室へと移っていた。こんなにも顔があざだらけになってしまって、綺麗な顔が。お父さん、心配かけてごめんなさい。体も結構あざがすごくてね。命に別状はないんだけど、念のため検査入院をしなくちゃいけないんだって。そっか、とりあえずは大事に至らなくてよかったってことなのかな。でもこんなにもひどい状態だなんて、いくら命に別状はないとしても許せない。電話の相手は花見と同じ会社で働いているって言っていたけど、本当か？うん、あの子は新入社員の子でね、他の二人は多分友達なんだろうな。水瀬海星っていう子なんだけど、結構歯向かってくるような子だとは思っていたんだけど、まさかこんなことをする子だなんて思わなくて。人間誰でも何をしでかすかはわからないってことだな。でもここまでするなんてよっぽどのことじゃないとしないだろう。うん、私が会社でミスを指摘したことが許せなかったみたい。急に三人がかりで詰め寄られて、謝れって連呼されて、私はミスは誰にでもあることだからって言ったら急に殴られ始めて、私お父さんに電話をして助けを求めようとしたらスマホを取り上げられて、その後はもう記憶が曖昧になっちゃって。わかった。わかったから。もう話さなくていい。十分だよ。俺がちゃんと仇を取ってやるから。仇って、でもそんなことしたらお父さんが。これは立派な犯罪だ。けれど相手はヤクザの人間だって脅してきた。だから兄貴に頼んで、どうにかしてもらうことにするよ。あとはお父さんに任せておいたらいいから。花見は何も心配しなくていいから。とにかく今日はゆっくり休んでいなさい。また後で様子を見に来るからね。娘は不安そうにしていたが、俺は娘の頭を撫でて病院から出た。そして怒りの頂点に達していた俺は、その足で兄のいるアジトへと向かったのだ。兄貴、花見が。兄は俺の様子を見て、ただごとじゃないと気づき、すぐに俺の話を聞いてくれた。なんとか気持ちを落ち着かせながら状況を説明すると、だんだんと兄の表情が歪んでいった。かわいい姪っ子にそんなことをしたやつが、それは俺も許せねえな。それで、その男の名前は、水瀬海星で間違いないんだな。
他の二人の名前はわからないだろうが、そいつをどうにかすればいずれわかる話だろう。ああ、花見がそう言っていたから間違いないと思う。親父が組長だって言っていたが、どこの組かまでは聞いていないんだけど大丈夫かな。それと兄貴の組よりももし、きっと名字からするに水瀬組だろう。安心して大丈夫だぞ。水瀬組はかなり極小の組で、桜井組になんて比べ物にならない組だからな。そうか。そんな組の組長さんの息子がいい度胸してんじゃねえか。お前ら今から水瀬組に乗り込むぞ。めいっ子の仇は俺が取ってやる。兄貴と俺は組員たちを引き連れて水瀬組のアジトへと乗り込むことにした。水瀬組の組長はどこだ。俺は桜井組の組長。今すぐ組長を連れてこねえと、ここで俺の組員たちが暴れるぞ。桜井組って、あの桜井組ですか。どうしてうちみたいな弱小の組に。ちょっと、ここの組長さんに用があってな。どうやら、俺の怒りを買ってしまったみたいだから、急いで組長を呼んだ方がいいぞ。俺らがここで暴れるとなるってことは、お前らの組にとっては終わりの宣告になるだろうからな。すぐに組長を呼んできますので、お待ちください。俺は待つのが嫌いだから、さっさと呼んでこい、クソ野郎が。兄に圧をかけられた水瀬組の組員は、焦りながら走って組長を呼びに向かった。すると、数分も経たないうちに、水瀬組の組長が、走ってやってきたのだ。申し訳ありません。お待たせしてしまって、あの組員から私があなたに怒りを買ってしまっているとお聞きしたのですが、それはどういうことでしょうか。私は桜井組を敵に回そうとした覚えなんてないのですが。どうもこうもねえんだよ。お前の息子水瀬海星で会っているよな。はい、水瀬海星は私の息子で間違いないですが、もしかして私の息子が何かしでかしたのでしょうか。しでかすどころの話じゃねえんだよ。ダチを連れて俺の姪っ子をタコ殴りにして逃げてんだよ。姪っ子は救急車で搬送されて命は無事だが、かなりやってくれたおかげで可愛い顔があざだらけになってんだよ。それもどうやら父親が組長だからって通報するなって脅したみてえなんだよ。通報すれば父親にあの世に送ってもらうだとかって脅してよ。これはどう落とし前をつけてくれるんだ。俺の息子がですか。まさかそんなことをしていたなんて。だからそうだって言ってんだろ。そもそもそんなことくらいなかったら、こんなとこに俺がわざわざ来るわけねえだろう。運よく誰か見ていた人が救急車を呼んでくれて、何事もなく済んだだけで、もしこれが打ちどころが悪かったりなんてことがあれば、どうなっていたかわからねえよな。俺は本当にお前の息子が腹立たしいんだが、この苛立ちはどうしてくれるんだよ。水瀬組の組長は兄の話を聞き、どんどんと顔を青ざめさせた。大変申し訳ありませんでした。どうやってお詫びを申し上げればいいか、本当にすみませんでした。水瀬組の組長がその場で土下座をすると、話を聞いていた組員たちも一斉に兄に向かって土下座をした。今すぐに息子を呼びます。息子を呼んでまずはちゃんと謝罪をさせますので。そう言って電話をかけ始める組長。こんな状況になっていると知らないバカな息子はすぐに電話に出た。海星、お前今何やっている。どうしたの父さん。急に電話してくるなんて珍しいじゃないか。今はダチと一緒に遊んでいるけどどうかしたの。まさか俺に会いたくなったなんて言わないよね。
どうしたじゃねえんだよ。何も知らずにヘラヘラしやがって。あ、父さん怒っているの？俺父さんを怒らせるようなことしたかな？何もしていないと思うんだけど。お前、のんきに調子乗りやがって。お前がやらかしてくれたおかげで、俺は、今すぐにアジトへと戻ってこい。もちろんお前の友達も連れてたぞ。どういうことだよ。急にダチを連れてアジトに来いって言われても、何かあるんだったら今言ってくれればいいじゃないか。理由もなくただ怒られていても、俺にはどうすればいいかわからないんだからね。お前がさっきそのバカどもと手を出した相手は、他の組長さんの身内の方だったんだ。お前がやってくれたことでお怒りになって、今アジトに来ておられるんだよ。いいから、今すぐに一緒にいる奴らを連れて、アジトに来い。今すぐにだ。わかったな。え、さっき手を出した相手って、どうして父さんがそれを知っているの？他の組長の身内ってどういうことだよ。いいから、アジトに戻って来いって言ってんだよ。ここに来れば、お前がどんなことをしたかわかるはずだ。いいか、今すぐにだからな。息子を怒鳴りつけた組長は、電話を切り自分の息を整え、もう一度兄に土下座をした。本当に私のバカな息子が申し訳ありませんでした。きっとすぐに駆けつけて戻ってきますので、どうかしばらくお待ちいただけないでしょうか。それで組長さんはどう落とし前をつけようと考えているんだよ。まさかバカな息子に謝罪させて終わりだなんて言わないよな。そんなにも謝罪されたって、俺の姪っ子の傷が治るわけじゃねえんだよ。今も病院にいて、体は痛くて悲鳴を上げているんだよ。謝罪なんて何の足しにもならねえからな。それはどうすればいいでしょうか。私にできることがあるなら何でもいたします。何でもさせていただきますから。まずは息子たちが来ましたらちゃんと本人から謝罪させます。とりあえず張本人が来るまで待とうじゃないか。組長さんがどう対処してくれるのか見物ですね。すると組長に怒鳴りつけられた息子とその友人たちが恐る恐る現れた。父さん、これってお前がやってくれたおかげでこのざまだ。とにかくお前も早く頭を下げないか。お前のせいでこんなことになっているんだぞ。そう言って息子に駆け寄り頭を押さえつける組長。息子はされるがままに膝を地面につけた。もしかしてあんたが桜井部長の？お前が花見をよくもやってくれたな。あの時言っただろう。俺の兄貴が組長だから極道同士だなって。俺の言ったことを嘘だとかなんだとか言ってバカにしていたが、どうやらお前の父親の方が息子を守れなさそうだな。マジかよ。父さん、俺、本当に申し訳ありませんでした。何度お詫びしても足りないくらいです。海瀬、お前言っていたことと違うじゃないか。俺たちはお前の親父さんが守ってくれるって聞いたから手伝ったんだぞ。それなのになんだよ、この状況。そうだ、俺たちはこいつにただ頼まれただけだ。お前と一緒に復讐されるなんてごめんだぞ。お願いします。俺たちのことは見逃してもらえませんか？俺はあなたの娘さんのことを恨んでなんかいませんし、何とも思っていません。ですから俺たちは。何言ってんだよ。お前たちだって楽しんでしていたじゃないか。今更俺一人になすりつけるなんて最低だろう。俺たちダチじゃねえのかよ。ダチだって言うなら、ダチをこんな危ない目に遭わせるなんておかしいだろう。誰が身内にヤクザがいるやつ狙うんだよ。お前らが何言っても、もう事実は変えられないんだから、おとなしく頭を下げないか。俺が守るなんて思っていたみたいだが、俺はお前らのこと守る気なんてねえぞ。桜井組を敵に回すなんて絶対にできねえからな。桜井さん、俺はこいつらを差し出します。どうぞ好きにしてくださっていいので、どうか水瀬組には手を出さないでいただけませんか。待ってくれよ。息子を差し出すって、そんな親がどこにいるんだよ。俺は息子だぞ。
守ってくれないのかよ。何が息子だ。親を何だと思っているのか知らないが、俺はお前の親だけじゃなく、この組のトップでもあるんだよ。お前一人を守って組が崩壊するなんて、まっぴらごめんだ。息子よりも組を取るっていうのか。俺は血のつながった実の息子なのにか。血のつながりがどうとか関係ないんだよ。俺はたった一人の息子を取るんだったら、何十人の組員を取るって言ってんだよ。桜井さん、お願いします。今回はそれで、穏便に済ませていただけないでしょうか。組長さんの潔い判断は、俺は気に入ったよ。でも残念ながら、決めるのは俺の弟だ。ゆうと、お前はどうしたい？こいつらを始末したいというのであれば、俺は喜んで受け入れるぞ。こんな奴らの命なんて、何の価値もねえんだからよ。俺はとにかく、娘が味わった屈辱を、同じ思いを味わわせてやりたい。痛くてもやめてもらえなかった辛さ、お前らにはわからないだろう。なるほどな。それもそうだな。一瞬の痛みよりも、長い痛みの方が辛いからな。お前ら、こいつらを俺がいいと言うまでボコり続けろ。もちろん三人まとめてな。俺たちもですか？俺たちはこいつに誘われてというか、頼まれただけなんですよ。それなのに、こいつと同じように扱われるなんて理不尽ですよ。俺たちも罪を受け入れて反省しますから、どうか考え直していただけませんか？ああ、お前何言ってんの？自分がやったことは許されて、同じことされるのは嫌だってか。そんなバカな話が通用するわけねえだろ。お前がやったことなんだから黙って受け入れてボコボコにされればいいんだよ。話はその後だ。ほらお前ら、手を抜くんじゃねえぞ。本当の恐怖ってものを教えるためにも、とことんやってやれ。兄に命令された組員たちは、張り切って三人をボコり始めた。水瀬組の組長は、自分の息子が目の前でボコられているというのに、余裕な表情で、きっと自分の息子よりも自分の方が大事なんだろうと、俺は悟った。お願いします。もう勘弁してください。本当にすみませんでした。泣きながら謝り続ける三人だったが、もう少しで意識が飛ぶんじゃないかと思わせるくらいに、意識が朦朧とし始めていた。そろそろいいだろう。意識が飛んでしまったら楽しみがなくなるからな。十分苦しい思いはしただろうしな、言うと。あ、そうだな。花見に比べれば大したことじゃないだろうが。それで組長さん、あんたには慰謝料を払ってもらおうかね。治療費はもちろん、こんな状態で仕事なんて当分できないだろうからな。そうだな、いくらくらいがいいだろうな。いくらでもお支払いさせていただきます。500万くらいでしょうか。1000万だ。1000万の慰謝料を請求する。花見の怖い思いをした事実は、何年経とうが変えることはできない。もしかしたら数年経っても、一人で出歩くのが怖いと思うかもしれない。それなのに、500万でなんて、解決できるわけがないでしょう。そうだな。俺はもっと踏んだくってやってもいいと思うが、ま、ゆうとの言う金額でいいだろう。今週中に1000万用意して渡せ。わかったな。いくら弱小の組でも、1000万くらい余裕で用意できんだろう。組の資金が、せめて分割とかは。ああ、そんなの、俺たちには知ったこっちゃねえんだよ。今週中に1000万渡せ。用意できなかったら、その時は組ごと潰させてもらう。俺にとっては1000万なんてはしたがね。お前が用意できなくても、俺が用意して姪っ子に渡してやってもいいんだからな。ああ、わかりました。ちゃんと用意させていただきます。それと、あんたの息子のことだが、今後娘と同じ会社で働かせるわけにはいかない。
会社はもちろん退職してもらう。それにプラスして、この町から出て行ってもらう。たとえ偶然でも、花見の前に現れるなんてことがないようにね。いや、出て行くって言っても、逆恨みでもしてどうにかされても困るだろう。組長さん、こいつは海外にでも飛ばしてしまえ。日本にいること自体を許せねえわ。その方が言うとも安心だろう。ああ、さすが兄貴、助かるよ。ああ、わかりました。こいつら三人まとめて海外に飛ばします。海星、わかったな。なんだこいつ、耐えきれなくなって気絶しているじゃねえか。度胸も根性もねえ草ガキが、親の盾を利用してバカな真似するからこうなるんだよ。今回は本当に申し訳ありませんでした。息子の代わりに私がちゃんとしますので、どうかこれ以上は。ああ、わかっているよ。もう何もしないって。これでいいよな、言うと。ああ、それでは組長さん、約束通りお願いしますよ。承知しました。俺たちがアジトから出ようとすると、組長はもちろん、組員たちや新入社員の友達二人全員が、最後まで俺たちに頭を下げていた。こうして新入社員は、親から見捨てられ、娘を襲った三人全員が、海外に飛ばされることとなった。海外では助けてくれる人なんておらず、孤独で貧相な人生へと一変するのであった。兄貴、今回は本当にありがとう。前みたいに元通りにってわけにはいかないだろうけど、これで花見も安心して生活できると思うよ。俺にとっても大事な姪っ子なんだから当たり前だ。今回のことは本当に許せないことだからな。で、言うと、早く花見のところに戻った方がいいんじゃないのか。怒りの気持ちが大きすぎて、まともに花見と話をしていないだろう。ちゃんと体の状態も聞かないと心配だし。そうだな。病院に戻って花見の様子見てくるよ。兄貴、また連絡するよ。おう、組員に車を出させるからちょっと待ってろ。俺は兄に甘えて病院まで送迎してもらい、娘の病室へと向かった。花見、どうだ体調は。お父さん、大丈夫だった？怪我していない？お父さんは大丈夫だって。一人で行動せずに、ちゃんと兄貴を頼ったからね。それで、花見の具合は？大丈夫ならよかった。本当に心配したんだからね。そっか、また今度おじさんにはお礼言わなくちゃだね。私も大丈夫。お医者さんもきっと大丈夫だろうって言ってくれていたし、きっとすぐに検査も終わってすぐに退院できるよ。そうか、よかった。本当によかったよ。お父さん、ごめんね、こんなことになっちゃって。何言ってるんだよ。花見は何一つ悪いことなんてないじゃないか。でももう安心していいからな。本当によかった。俺は娘を強く抱きしめ、安心するのであった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。